CGA テレビをご覧の皆さん、こんにちは。1月の28日木曜日、今日のリビングライフの分かち合いを始めていきたいと思います。タイトルは諭く、素直に、主だけを恐れましょう。聖書の箇所はマタイの福音書10章の16節から33節です。少し長い箇所ですけれども、今日の本文はどんなことを書いてありますかと言ったら、いろいろなこの人々がいますけれども、私たちはそういうことに惑わされないで、本当に神様を見上げてですね、歩んでいきましょう。その中から私たちはいろいろな信仰生活に対するヒントを得ていけることができますよ。そのようなお話です。共に分かち合っていきたいと思います。マタイの福音書10章16節から33節。いいですか？私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように諭く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。また、あなた方は私のゆえに、総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは、彼らと異邦人たちに証をするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟よしに渡し、父は子しに渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また、私の名のために、あなた方はすべての人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。というわけは、確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来るときまでに、あなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。弟子はその師に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその師のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼベルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。また、あなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても、魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは、1アサリオンで売っているでしょう。しかし、そんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには、地に落ちることはありません。また、あなた方の頭の毛さえも、皆数えられています。だから、恐れることはありません。あなた方は、たくさんのスズメよりも優れたものです。ですから、私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし、
人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。それでは本文から分かち合っていきたいと思います。まず16節を読みします。いいですか、私があなた方を遣わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。こういうふうに書かれてあります。まあ、今日の中心的なメッセージになりますけれども、これは何かって言ったら、この蛇っていう言葉が出てきますね。どうしてもクリスチャン蛇っていうのをね、聞くと、あのエヴァの、ほら、誘惑のサタンの象徴としての蛇、これに対して意識がいってしまうので、どうしてこの悪のようにならなければいけないんですかということではなくて、まあ、同じ単語が伝われているから、全く同じものを指しているというふうに考えない方がよくてですね、そのエッセンスだけ抜いているわけですね。まあ、ずる賢かったという表現があったんですけれども、そのように賢い、つまり、神様が与えてくださる知識とか知恵とかを用いる、そのことを言っているわけですね。ですからこのことは何、どういうふうに理解していったらいいか、つまり神様が与えてくださる知恵を持って悪を避けなさいということですね。で、神様の与えてくださる御言葉に対しては素直に受け入れて従順しなさいということですね。つまりこのどのように、蛇のように悟くなったらいいでしょうか。知恵を持って主を知ることに悟くなったらいいですし、そして、鳩のようにする御霊を、そのままありのまま御言葉をそのまま受け入れていく、そういうものであったらいい。ですから私たちはちゃんと霊を見分けながら歩んでいきましょうというようなことを言っているんだと思います。で、17節を見ると、人々には用心しなさいとこういうふうなことを書いてあるわけですよね。多くの人たちっていうのはですね、なんていうか、そのまま人間っていうのはもう人間不信になりなさいというふうなことを言っているわけではないんですね。ある程度信頼していかなければいけないし、それであってこそこう、まあ、健康な人だというふうに言えますけれども、まあ、人々は完璧ではないんですよね。ですからこのところで少し、こう、まあ、思っていた方がいいということは、人々っていうのは弱さがあるし、またまだイエス様のことを知らない人たちはですね、さらに自分たちがどういうことをしているのかっていう深い理解がないですので、いろいろ傲慢さがあったり理不尽なことがあったりしますよ。ですからちゃんとキリストに従っていて歩んでいたとしても、人々はあなたに対して、あ、キリストに従っているからいい人ですねなんていうふうには言わなくてですね、まあ、議会に引き渡されたり街道で鞭打たれたり、まあ、つまり迫害を受けること、妨害に遭うこと、理不尽なことに遭うことがありますよ。だから人々には用心しなさい、そういうこともありますということですね。ですからあんまり人を信用しすぎるということはダメだと思います。完全な人は一人もいないということです。弱さを持っている、人を見れば、でも同様に人を見れば失望するんですけれども、まあ、自分を見れば絶望しますからね。あまり人を裁くようなことをしないでですね、まあ、自分も同じようなものなんだという謙遜さを持っていただければいいかなというふうに思います。さあ、19節を見ると、人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからですと、こういうふうに書かれてあります。で、時々ですね、こういうふうなことを言う人がいます。ですから聖霊様が働いておられるので何にも準備する必要はないというふうにね、言う人がいますよ。私が新学生の時代にですね、教授からこんな話をされまして、ギリシア語の授業だったんですけれども、単語テストがあったんですね。で、単語テストがあってですね、でそれをやってみました。で、ある学生がですね、一生懸命その勉強してこなかったですね、聖霊様が助けてくださるとか言ってですね、で一生懸命祈ってですね、もうその間何も書かなくてですね、もう与えてくださるからって言ったら、もう最後まで最後まで何もこう分からなかったわけです。テスト中ずっと祈ってたわけですよ。そしてですね、まあ、テストが返ってくるわけですよね。当然何も書いてないですから0点ですよね。なんでですか神様って言ったわけですよ。まあ、それは当たり前でね、神様が真実で正しい方ですからね、 あなたは準備しなさいよと、もっと勉強したらいいよという答えを与えて、0点という、ね、答えを与えてくださって、恵みを与えてくださったという、そういう冗談話もある、まあ、実際の話なんですが、冗談話もありましたね。ですから、ちゃんとやっぱり準備すること大切ですね。まあ、ペテロの手紙第1の3章の15節にね、開けてみるとね、面白い言葉が、書いてありますよね。で、第1ペテロの
三章の十五節にはいつでもね、弁明できるように用意をしておきなさい、ね、説明を求める者、あなたの希望に対して説明を求める者にはいつでもどこでも、ね、説明できるように弁明できるように準備をなしなさいという言葉がね、はっきりと書かれてあるわけですよ。ですから私たちもですね、やはりちゃんと準備をしていかないといけない、準備をするべきことは神様が求められていること、でも重要なことはそれを自分のものとして握らないことですね。それを委ねるっていうことです。ですからここでそこで話すこと、用意はしておくけど主が別のことを示されたらそれをしなさい。20節というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だから、この聖霊様の働き、聖霊様が働く、この聖霊が働くときに証しするのはキリストを証しするんですね。私はどんだけ自分のことを言って証したとしたとしてもですね、この聖霊によって語らなければですね、何を偉そうなことを言ってですね、排除されてしまうでしょう。そうじゃなくて、キリストのことを話すのは御霊によらなければやっぱりできないことだな、そんなようなことを思います。21節から22節は非常に、悲しいことが書いてあります。まあ、兄弟家族であっても裏切りますよ、死に至らしめるようなことがありますよ、また人々に、イエス様の名によってですね、語ったがゆえにですね、憎まれるようなことがありますよ、まあ、こんなことが起こります、ね、人は弱いものだからです、そういうようなことが書かれてありますね、しかし忍んで忍耐していきなさい。23節には、彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさいというわけは、確かなことはあなた方がに告げるのですが、人の子が来る時までにあなた方は決して、イスラエルの町々を巡り尽くせないからです。で、全世界に、こう私たちは出ていくことが必要ですけれども、全ての人と会えないということですね。ですから、与えられた聞く者もいれば聞けないもの、だから自分で全てのことをしないということですよ。福音を語ることは私たち使命ですけれども、それを語ったからといってじゃあ全ての人が救われるわけじゃないわけです。ですから自分が福音を語ったことによってこの人が救われるのか救われないのかで、救われなかったら自分がさも自分が良い伝道をしなかったではなくて、あなたは十分に役割を果たしているんです。私たちをするべきことは語るのか語らないのか、そこが重要です。でも語っているんだったら自分をもう責めないでください。今伝道しててうまくいかない人、あなたは責める必要はありません。あなた一生懸命やってるんです。準備をしたはずです。祈ったはずです。それで相手が変えられないときは死の時でなかった、主に委ねてください。自分で全てを負わないでください。ですからそういう意味で、ここからこの24節以下、こういうことが書いてあります。弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。これは私にとっては励ましになりますね。自分がもっとイエス様よりも大きくなろうとしなくていいわけです。イエス様が語っても信じなかった人は多くいるわけです。パリサイ人、律法学者、パウロが語ってもダメな人が多くいました。あなたが語ったら 100% そんな傲慢さを持っちゃいけません、ね、でも神様は真実で正しいから必ず伝えてくださいますよっていうことを思います。で、25節見ると、弟子がその主人のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶくらいですから、まして、その家族のことを何と呼ぶでしょうと、ね、イエス様のことについて一生懸命やっていたのにですね、まあ、何て呼ばれますかって言ったら悪魔呼ばりされるという話ですよね。いやー、イエス様について言ったのになんでこんな仕打ちを受けるんでしょうか。でも少し飛ばしますが、28節、26節、そして31節にもこういうふうに続けて書かれる。それは何か、恐れてはいけません。特に28節を読んでみましょう。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはいけません。こういうふうに書かれてあります。私たちは本当にそういう神様っていうのはどういう方なのかということを恐れてはいけません。私たちは神様に対するイメージを非常に低く持ってしまう時があります。父なる神様って表現されるでしょ。そうすると自分のお父さん考えてしまいますね。自分のお父さんがね、本当に仕事から帰ってきて、ポリポリ、ね、お尻をかきながらテレビを見ている姿を見て、これが父なる神様の姿かって考えるとどうしても低くなってしまいますけど、そういうふうに神様を考えてはいけません。全能なる神様、全ての人を救おうとされている神様、そして全知なる神様、そしてあなたをも救う方、そして不可能を可能にされる方、全地を作られた方、神様のそのイメージを持ってあなたが伝道するとき、もし自分がうまくできなかったとしたとしても、ちゃんと種はまいたんですから。神様、それでもいいからまきなさいと言ったわけなんですから、安心して主に委ねたらいいわけです。
それをどうしてあなたがまだそれを握っていますか。委ねたらいいんです。ただ伝道することに恐れないでください。迫害はそこにあります。でもそんな神様があなたと共におられますから大丈夫です。こんな素晴らしい神様があなたと共におられます。あなたは何を見て伝道しますか。あなたは何を見て伝道しますか。人を見て伝道しますか。そうじゃなくて神様を見て伝道しているならば、私たちの心の中に喜びがあるし力が湧いてくるはずです。テロップが流れたと思いますか。あなたは神様をどんな方だと感じていますか。この神様の感じ方次第によって私たちの信仰生活が大きく変化します。神様は本当に全能なる方だな、力ある方だな、本当に全てのことを成してくださる方なんだなと思ったら、あなたの祈りには力が与えられてくるでしょう。神様は愛なる方だな、全てを許してくださる方だなと思うときに、あなたは人に対して許す勇気を持つことができます。あとは神様に対してどれほどのイメージを持っているのか、それが信仰生活に大きな影響を与えます。パウロという人を考えたときに、パウロという人もね、さまざまなことが救われて変えられたとき、アナニアという人から祈られるんですけど、そのときアナニア、あんな人のために祈りたくないって言ってたら、神様はこうやって説得しますよ。私はあの人をね、この異邦人の救いのためにどんなに苦しまなければならないかを教えるために召したんですよ、ということがですね、使徒の働きの9章の15節から16節に書いてあります。いえ、苦しむために選ばれたんだねと、また使徒の働きの20節の20章の22節から27節を見ると、パウロ自身がこう告白している。私はどんな町に行っても迫害を受けますと。でそれ分かってます。でもキリストが共におられないどうすることもできませんと、ね、もう本当にその情熱をとどめることが、情熱がとどまらない、もうそういうふうに思うわけですね。これ何かって言ったら、パウロは現実、もういろんな予言を通してですね、あなたはそこに捉えられます、だから嫌なことがあるから行かないとか、そういうことじゃなくて、もう本当に神様を本当に見合おうとしたんですね。神様の技、私に何をしてくれた、私に命を与えてくださる神様、この方とは離れられない。私たちの中で神様のイメージが大きく大きく大きく、正しく正しく正しく伝わると、私たちの信仰生活は意外と多くのことの中において心配がなくなります。恐れがなります、なくなります。ただ本当に知恵を持って主を見分けましょう。そしてただ主を素直に受け入れましょう。試練はあります、大変なことはあります。でもそれよりももっと素晴らしい恵みがあることを覚えておいてください。